ベースボールイズザベスト。どうも MSM です。26日に本拠地で行われたマーリンズ戦に2番ピッチャーとして出場した大谷選手、7回10奪三振1失点と圧巻の投球を見せましたが、この日も打線の援護なく10勝目とはなりませんでした。ベンチでバットを叩きつける場面もあり、大谷選手は試合後のインタビューで胸中を明かしました。プレーオフ進出を逃したがストレスはあるかという質問に対しては、もちろんあります、ヒリヒリするような9月を過ごしたいですし、クラブハウスの中もそういう会話で溢れるように願っていますし、来年以降そうなるようにしていきたいと話し、2年後には FA になるけどその間にプレーオフ進出はできる希望はあるかという問いについては、今シーズンは主力がいない中で頑張った方だと思う、でも結局帰ってこないことが決定してモチベーションも下がってズルズルいった印象、こういう状況が続く限りこのままでは勝てないんじゃないかと思いますと、指揮官を含むチーム全体、トラウトやレンドンの主力にも言い聞かせているような回答をしました。球団に残りたいと思っているという質問に対しては、ファンの人も好きですし球団の雰囲気も好きですけど、それ以上に勝ちたいと思う気持ちの方が強いと話し、本音を伝えました。トラウト、レンドン、アップトンといった主力が抜けた中、孤軍奮闘といっても過言ではない活躍を見せていた大谷選手のこのインタビューに対し、地元紙はエンゼルスは警告を受けた、翔平は勝ちたいと言っていると大々的な見出しをつけて危機感をあらわにしました。またエンゼルスと現時点での来季の契約について話はしていないという大谷選手の意見を受け、今後の契約にも注目が集まります。この動画の前にも話しましたが、2年後には FA となるので勝ちたいという思いがこもったこのインタビューで MLB 界が大きく動くことになっていくのは間違いないと思います。エンゼルスの皆様、お体にはお気をつけて、大谷選手を早くヒリヒリさせてください。